サヨナラアホチンスワローズ、セリーグの中日になって負け、チームもヤクファンも行く、ファファファのファ。ヤクルト完全に11球団の輪からのけ者にされてるの草。ヤクルトサヨナラ負け。シュートピッチャーだから仕方がないわね。スナイクされて負けてやんの。クソ雑魚ヤクルト終了のお知らせ。まあ中村は絶対大丈夫やろ。ゴミルト再開来るぞこれ。どう見ても天罰やろこれ。なんか中村嫌われてるけど、梅の石川の死球は古賀の時だし、近本は松本の時なんだよな。普段当てまくってるから怒れないね。さあ行こうか。爆笑チュニドラ全力応援やん。こんなん血なはめやけど報復でボコらせてもろたで。中村死球リードします。未だにコリジョン理解できません。ギロチンブロックを未だにやります。ムーチョ当てられたのシュートならおもろいなって調べたら、ストレート初球が藤波っててくさ。赤羽の最後のバックホームは素晴らしかった。相手に配慮ができる素晴らしい選手ですね。ついに 1.5 ゲーム差まで来たか。中日さん頑張れ。このチーム状況でビリじゃないのが不思議で仕方ない。明日は現地でスワホー言いたい。ご視聴ありがとうございました。